この施設ができる前の時に降っていた大きい雨の時と、この施設ができた後にできた同規模の雨が降った、事例があるんですけれども、立て坑のサイズはですね、直径30メートル、深さにして70メートルぐらいあります。施設としてはスペースシャトルとかですね、自由の女神がこの中にすっぽり入るぐらいのサイズをイメージしていただければいいかと思います。